大井川鉄道スロフ300系客車は、大井川鉄道が所有する伊川専用の客車。1957年に、中部電力専用鉄道が、大井川鉄道伊川線として、旅客営業を開始してから、観光客は増加の一途をたどり、既存の客車では輸送力不足となった。1961年に製造されたスロニ200、型に続いて、1962年に、 日本車両製造で製造されたのが本形式である。中央にデッキがある密閉型客車で車掌台と暖房機もデッキ脇の戸袋部分にある。足回りはシート機200系の台車を流用している。スロフ301から304はバス窓であるが1980年以降に製造されたスロフ305以降は川根両国車両区で製造されるようになり、 窓も一段加工窓になった。車内は固定クロスシートで2から1配列、定員は55名で、そのうち座席定員は39名。車内は製造時期によって異なる部分がある。二次車までは国鉄近郊型とほぼ同様のボックスシートであるが、二次車では一人がけ座席上に荷物棚が設置された。三次車ではバス用の座席をボックスシートの状態に設置したが、 スロフ309以降は、通常のボックスシートに戻されている。いずれの車両も井川駅に向かって、右側が二人掛け、左側が一人掛けとなっているが、これは車窓に、大井川が見える側を二人掛けとしたものである。スロフ310は1990年に制御客車のク波601に改造されているが、その後1991年に4両が製造された際に、 再びスロフ310が製造されている。また、2001年に増備されたスロフ316は、車両の半分が開放式の展望デッキとなった状態で登場。展望デッキ部分ではベンチを川側に配置している。2011年には、老朽化したスハフ502の更新改造により、スロフ317が落成。改造は、両国車両区。 こちらスロフ316と異なり全室客室の従来形となったが、一段加工窓のスロフ305以降では唯一暖房を搭載している。車両自体は2011年前半には完成していたが、土砂崩落による戦闘、奥泉間の休止により長らく両国車両区内に置かれており、全線開通となった8月12日より営業運転を開始した。 全社ともいいかわせんの主力客車として運用されている。ありがとうございます。